はい、こんにちは、メナンコです。今日はですね、日経平均3万円突破で株のですね、売り時について考えてみましたね。先週ですね、2万9千の、動画突破しましたっていうのを上げて、いとも簡単にですね、3万円を突破した。で、今はですね、本当にですね、株の勢い、すごい、買いの圧力すごいなということで、別でですね、ビットコインだとか、仮想通貨も調子いいよっていうのをお話ししてますね。で、本当にですね、このコロナ禍で、異常な株高で、大儲けできてる人っていうのは一握りなんですよね。まあ、それは何度もですね、言ってる通り、外国の投資家が7割を占めていて、まあ、多くのですね、国内の、一般投資家っていうのは、蚊帳の外らしいんですよね。まあ、理由としてる、大きくですね、その理由がですね、前回でもですね、動画をお話ししている通り、日経平均の構成している日経225銘柄の多くは、ファーストリテイリング、ユニクロですね。まあ、あとは、ソフトバンクなどのですね、比重が大きいので、それらが上がると、日経平均も上がっていっちゃって、ちょっと大型株なので、なかなか個人では手が出しにくいのかなとは思いますね。で、また、退職金のですね、一部を株式投資にしている人はなかなか買いづらく、まあ、資金のね、値段も的にもですね、手が出しにくいのかなと思います。まあ、結果的にですね、その他の割安の、株が、株を、まあ、買ってみたものの、まあ、上昇していない銘柄もあるので、ちょっと厳しいのかなと思いますね。まあ、あとですね、残念なケースとしては、1年前にコロナの拡大があって、1万6000まで下がってますよね、3月に。この時に、やっぱりその人間の心理として下がった時に売ってしまったということで、損をしてしまったと。まあ、株のですね、格言的に言うと、まあ、基本なんですけどね、損切りは早めにっていうことなんですが、まあ、これにちょっと従ってしまうとね、損をしまって、私もですね、何度もあるんですよね。やっぱり損切りを早めにしてしまって、まあ、結果的にね、逆を言ってしまったっていうことで、まあ、今回も、まあ、なんかそんな気がしたので、持っていて、結果的には、まあ、その後2倍に上がってるので良かったんですけども、で、その後やっぱり一本調子で上昇がついたので、タイミング、買うタイミングを逃してしまったっていう方も多いと思うんですよね。で、過去のですね、大暴落の場面で、2番底がですね、必ずあったんですよね。で、夏には、2番底が来たら、そこで安値が、そこね、で仕入れていけばっていうのを誰もが考えたのかもしれないですけど、で、ついにこの1年っていうのは、その2番底がなかったので、もう上昇気流すぎて、低いところで買うっていうのが難しくなっちゃったのかもしれないですよね。まあ、今ですね、持ってる人っていうのは、まあ、ラッキーですよね。まあ、保有株がですね、まあ、ファーストリテイリングとかソフトバンク以外でも、まあ、多少上がっているか、まあね、まあ、幸運と考えてほしいということですよね。まあ、そのですね、売り、相場の中でね、やっぱり、格言ね、いろいろあるんですけども、なんだろう、もうはまだなり、まだはもうなりっていうことですかね。まだもうはまだなりっていうのは、相場のですね、変動に説明があって、まあ、天井や底があるのは、まあ、今の、ご存知の通りなんですけども、それは後になっての格言であって、まあ、リアルタイムでもうそこと思っていても、実はまだ深い底があるのかもしれない。まだ逆に、深い底があると思ってたら、もう反転しまったってことがあるんですよね。なので、やっぱりこういう急ピッチでは、まあ、個人的にはね、早めに売り抜けておいた方がいいのかなとは思いますよね。反動がでかいので。で、まあ、株はですね、やっぱり、この格言だとか基本通りにはいかないので、まあ、ね、あとは、なんだろう、頭と尻尾はくれてくれっていう有名なやつがありますね。これはまあ、株はですね、最高値で、売り抜けるのは本当至難の技なんで、で、高値圏で売り抜けれれば、まあ、せ、あの、ねえ、100点ですよね。まあ、それはなかなかできないので、まあ、頭をくれてやるという気持ちぐらいで、くれぐれもですね、欲をか、あの、かかずに、ね、行っていきたいなとは思うんですけどね。はい、それでは、本日の動画を終わりします。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。